読んだらあたいにパスな。号外でしか掲載されない限定4コマ漫画があってよ、メキメキメキオくんの続きが気になってたんだ。何それ面白いの？おいおい、タイトルは微妙そうに聞こえるが面白いんだぜ。メキオくんが金メッキになる回、マジおすすめ。ふーん、面白そうには聞こえないけど、なら先入観で判断するのかな。あー、ごめんなさい、今回メキオくんは掲載されていないんですよ。なに、あたいの楽しみが。あら残念。作者さんが体調不良で溜めておいた原稿も底をつき。マジかよ、メキリンコ先生大丈夫かな。メキリンコ先生、メキオくんの作者さんのペンネームですよ。漫画家の名前にもメキがつくのね。何のこだわりなのかしら。ところであんたは？申し遅れましてすみません。私アメールと申します。世界各地を走り回って郵便物から雑誌、号外、その他もろもろ様々な情報などなどお届けしております。走り回ってってこの世界をか？はい。その足で？さすがにそれはないですよ。そんなことできたら超人じゃないですか。さまざまな情報って、例えば街の掲示板の更新やゲームの追加情報、近所のあの子が何の下着を着ているかなど、ありとあらゆる情報もお届けしますよ。マジか。じゃあ今泊まっている宿にパツキのイケイケギャルがいるんだが、あいつが。あ、ごめんなさい、一部の情報は有料です。払うしかねえだろユリーナ。いやよ、係担当だったら今頃何色のパンティーか分かってたってのに。これだからクリスに財布係は任せられないのよ。あらら、残念でしたね。有料情報はともかく、無料の情報で何かお知らせがありましたら私が随時お伝えさせていただきますね。ええ、ありがとう。また失敗しちゃった。ため息なんてらしくねえな。で、何を失敗したって？料理よ、これなんだけど。念のために聞くけど、何作ろうとしたんだ？見た目的には皿に盛り付けた石炭のヘドロ漬けみたいな感じだけど。ありえない、ビーフストロガノフに決まってるでしょ。ビーフストロガノフ、これは食材に対する冒涜だろ。どうやったらこんなひどいありさまになるんだ。これでも最初よりもマシになったんだから、ちょっと煮込みすぎちゃっただけじゃない。まあそれは置いといて、何
んでまたそんなもん作ろうと思ったんだ。あの人に食べてもらう。あ、でも変な意味じゃないのよ。ただいつも頑張ってるし、いてくれて助かったなとか、前より頼もしくなったなとか思うこともないわけじゃないし、だからそういう日頃の感謝を込めて。だってさ、褒められてよかったな。うっ、いたの？一応感謝してるのよ。あなたがいてくれたおかげでやってこられたところもあるし、あなたはいつも一生懸命で、そのふーん。あ、ちょっと何ニヤニヤしてるのよ。いや、素直じゃねえなとか、ベタだなとか、まあ皆まで言わねえけどな。ほとんど言ってるじゃない。そこのイケイケなお姉さん、ちょいと待ってくださいな。あ、私？何言ってんだ、あたいに決まってんだろ。それはないと思うけど。そうそう、そこの露出度高いお姉さん。私とクリスでもないみたいね。あんただよ、あんた。え、私？私、しがない商人のマーって言います。マーちゃんと気軽に呼んでくださいね。私の商人の鼻がクンクン来てたので、思わずお声掛けさせていただきました。へえ、商人ね。ちっこ、ちなみに何が売ってんだ？クリス、私は何も買わないからね。うっせえなあ。んたはあたいのママンかよ。小学生時代はすでに卒業したっつーの。小学生？私の商売は基本的に何でも取り扱っておりますよ。ほほー、よろずやって扱い。どこもそっくりじゃないわよ。嘘冗談だっての。にしても本当にいろいろ揃ってるんだな。はい、懐かしのものから最新のものまで何でも備えてありますよ。うひゃー、見ろよユリーナ、プッシュポーキャンディーだぜ。こんなところでお目にかかれるとは。お、それに目をつけるとは、お客様なかなか分かっていますね。当然、プッシュポーキャンディーはあたいの青春だからな。こんなところでプッシュポーキャンディーを知っている方に出会えるなんて感激です。へえ、こんなお菓子があったのね。知らなかったわ。プッシュポーキャンディー知らないんですか？見た目世代なのに。指で長さ調整できるやつだよ。ほら、プシュって押してポーって出るやつ。あれがまた中途半端に長さの調整が効かずずり落ちてくるんですよね。わかるーじゃ。ごめん、わかんない。あー、別
にわからなくてもいいでしょ。あなたも知らないわよね。プシュライディをご存知で？なんだよ、知ってるなら話に乗ってこいよ。プシュライディはあたいも大好きだぜ。あのスライド収納式のギミック、なんだかんだ手元でいじっちゃうんですよね。わかる。なんだろう、このそれはそうとユリーナ姉さん、あたいこれが欲しいよ。プシュポキャンディ。何よ急に気持ち悪い。それに買わないって言ったでしょ。あたいとこいつの分合わせてもたったの 100GP だろ。ケチなこと言わずによ。ダメよ、今月は本当にピンチなんだから。へえ。こうやってお菓子を買い与えられない子供たちが増えていくんですね。ああ、あたいみたいにな。気にするのやめてよ。それにクリスは子供ではないでしょ。頼むよ、この通り。ねね。仕方ないわね、今日だけよ。やっほー、ユリーナ大好き。今日だけなんだからね。毎度ありがとうございます。まだまだたくさんの商品がありますので、またのご来店をお待ちしておりますね。こいつは一生に似て合いたもんだぜ。プシュポン、うめえ。
Bye.
して遊ぶの？余裕よ。だって私女神様なんだから。